エドワード・ポール・バンスローンはアメリカ合衆国の俳優。魔人、ドラキュラ、フランケンシュタイン、ミイラ再生などのユニバーサル・モンスターズ作品への出演、特にドラキュラシリーズのバンヘルシング役として知られている。1882年にドイツ系アメリカ人、マーティン・バンスローンとテリーザ・バンスローンの息子としてミネソタ州で生まれる。父親の死後にサンフランシスコに移住し、 母親とケイシと共に暮らしながら、母親の勧めで劇場に通い演劇キャリアをスタートさせる。1911年にフィラデルフィアで働き始め、同年にミラ・ジャクソンと結婚し、2月21日に息子ポールを設けた。1924年にブロードウェイでドラキュラにバンヘルシング教授役で出演し、1931年に トット・ブラウニングが監督を務めるマジン・ドラキュラに同役で起用される。映画のヒットによりスローンの演技力も評価され、続くフランケンシュタイン・ミイラ再生にも出演し、怪物と対峙する学者を演じた。1936年公開の女ドラキュラでは、再びヘルシング役を演じている。1964年にサンフランシスコで死去したマジン・ ドラキュラ出演時のスローンとベラルゴ氏、ありがとうございます。